リストバンドのご提示にご協力ください。あ、リストバンドご提示ください。出演者ですけど。リストバンドご提示ください。あ、はいはい、これね。あ、すみません、この先アーティストエリアになっておりまして、こちらのリストバンドでは通れないんです。だから出演者なんですけど。出演者でもダメなんですよね、アーティストエリアなんで。出演者ってアーティストですよね。それ言い出したらきりないですけどアーティスト用のリストバンドつけてる人しか入れてくれるなって上から言われてるんで。いやいや、知らねえし、これしかもらってねえし。少々お待ちください。どうした？なんか迷子のおじいちゃんが手作りのリストバンドして出演者だって言い張ってて。マジか。お孫さんとはぐれちゃったんですかね。見た目はどんな感じ？おじいちゃんっすね。黄色い T シャツに変な眼鏡かけて、白髪混じりで、口の両端に白い泡みたいなのが。やべえな。やべえっすね、やべえと思います。とりあえずアーティストエリアから遠ざけとけ。了解しました。あのおじいちゃん。おじいちゃんじゃねえよ、これ手作りじゃねえし、全部聞こえてっから。だったら話早いんすけどとりあえずお名前いただいてよろしいですか？バイト君。すいません、バイトの方はここ通れないので。いや、そうじゃなくて、グループ魂のバイト君。グループ魂バンドです。知らない？君にジュースを買ってあげる。いや結構です。いや、タイトルだよ、曲の。竹内力とか本田博太郎とか彦丸とかオステマンブとか。あ、知ってる。マジで？ステージはレッドなんとか。パートはバイト君。すいません、バイトの方はここから先は。だから。どうした？いや、さっきのおじいちゃんが今度はアルバイトだとか言い出して。マジか。つうか思い出したんですけど、このじじい去年も一昨年も来てたような気がしますね。常習犯かよ。はい、黄色い T シャツに変な眼鏡かけて、周りの目気にしながら DJ ブースの真ん前でタコ踊りしながら口から泡吹いてて、なんか悪い意味で目立ってました。やべえな。やべえっすね、やべえやつです。何があっても絶対入れんな。了解しました。あのおじいちゃん。聞こえてんだよ。だから失礼じゃね。確かに去年も一昨年も来てるけど、気がついたら踊ってるの俺一人だったけど。リストバンドご提示ください。無視すんなよ。リストバンドご提示。ああどうぞ。リストバン、あ、どうぞ。リストバンドよろしいですか？あ、どうぞ。どうぞ。あ、どうぞ。はい、どうぞどうぞ。どうぞ。どうぞ。あ、すいません、ちょっと。なんで？なんで俺だけ？どうした？さっきのジジイが、今度はバンドのメンバーに紛れて流れで入ろうとしてきて。油断も隙もねえな。警察呼んだ方がいいですか？だな。